はい、皆さん今日はですね、久しぶりにちょっと教えてシリーズやってみようかななんてね、トモさん思っているんですけれども、皆さんはロンドンにいらっしゃった時にもういろいろ勉強されてきてね、ロンドンの方で楽しまれると思いますけれども、じゃあ実際に地下鉄や電車に乗るとき、どうやってチケットを買って、どうやって自分の行きたい方向を探していくのか、そんなのをですね、ちょっと地下鉄を利用してご案内したいと思います、まあ、ここはね地下鉄ではないんですよ、地上を走っている電車の地下鉄線なんですけれども、その辺を使ってご案内したいと思います。さくともちゃんです。で、ね、何持ってるんですか。何持ってるんですか。これあのね、イギリスにはね、こういうね日本語の情報誌があるんですよ。で、これジャーニーって言うんですけども、ジャーニーとあとですね、もう一種類また違うのがあったりするんですけれども、ちょっと今ちょっと立ち寄ったお店にこれが置いてあって、久しぶりに見てみようかな。僕はネットで見たりとかするんですけども、ちょっと見てみようかな。はい。邪道ですいません。ということでですね、今日はこれからちょっと地下鉄の利用の仕方をご案内したいと思います。よろしくお願いします。教えて佐久間さん。はい。ではですね、今利用しようと思っている駅はこちら、シェパーズブッシュマーケットというね、前回訪れた場所になるんですけれども、そちらの、マーケットのあるところの地下鉄の駅。まあ、地下鉄といってもですね、イギリスのロンドンの地下鉄って全てが地下を走ってるわけじゃなくて、一部はやっぱ外を出てるものがあるんですね、ちょうどここが外を出てる部分なんですけれども、そちらを利用したいと思います。で、乗る前に、いくつか今までもご案内してるんですけれども、いろんなチケットの購入の仕方があって、まあ、一回券というのは非常に高いので、今現在ですね、ここから隣の駅へ行くだけでも6ポンド70という、すごい高いですよね。6ポンド70っていくらよ。そんなに上がったんですか。そう、そんな値段になっちゃってて、ただそこで便利なのはオイスターカード、カードなんですけれども、それ以外にも今さらに進んで、皆さんがお持ちのもしかしたらカードの中にコンタクトレスカードという Wi-Fi のマークを横にしたようなマークがついているようなカード、これはですね、オイスターカードと同じように使うことができます。オイスターカードで受けられるサービスをすべてそのコンタクトレスカードで受けられるとなってますので、もしそちらをお持ちでしたらね、それを使っていただくのが一番、ただそういうのがちょっと今私はないですよと言った場合には、日本でいうスイカやパスモ、イコカのようなオイスターカードを、ご準備いただくのがベストです。はい。じゃあオイスターカードどうやって買うのか、ちょっとですね機械を使ってご案内したいと思います。はい。今機械使ってます。聞いてるとこさ、トモさん一人にしないで。はい。じゃあ駅にはですね、必ず自動券売機がもちろん日本の多いようにあります、で、分からない方向けに必ず各国の言葉が出てるんですね、これでですね、まあ、言語を選ぶ、そこで日本語を選んでいただくと、ここ日本語で表示されます、はい、でここで必ずこの新規カードを購入するというのを選んでください、そうすると何枚買いますかというのが選べます、まあ、とりあえず1枚にしておきましょう、1枚買います、それを確認します。そしたら何ポンドチャージしますか、まあ、初回はですね、大体10ポンド入れておけばいいと思います、10ポンドチャージする、そうすると支払ってくれとなります。ここは機械でコインが使えるようになっておりますが、紙幣は使えないようになっています、これ機械によってちょっと違います。そうですね、でほとんどが基本的にカードは使えます、でカードは基本的にタッチセンサーではなくて差し込み式になっています、ここにカードを差し込んで暗証番号を入れて緑のボタンを押してください、はい、で認証されましたら、カードを抜いてと出てくるんで、カードを抜いたら、そうするとここから購入したカードが10ポンドチャージされて出てきます、はい、ただしカード購入の際にはカードはデポジット、保証金として7ポンド請求されます、購入の際なので10ポンドチャージの場合は17ポンド引かれるという形です、でその後10ポンド使ってました、チャージした方がいいのかな、でもカードに残高わからない、実は自動改札を通っても残高あんまり表示されないんですね、じゃあどうやって調べるのと言ったら、カードをここにタッチしてください、はい、これ改札と同じデザインのカードです、バスの乗る、バスに乗るときも運転手の横に同じタッチがついているので、これをタッチします。そこにカードをタッチすると残高照会が出ます、
おやおややっぱり足りないねと、うん、チャージした方がいいねと言ったら、イギリスではチャージのことをトップアップって言います、うん、出てるかな、出てないですね、うん、タッチしないと出てこないんで、はい、トップアップっていうのを押していただいて、さっきのように何ポンドチャージするかを押していただきます、うん、その後にカードなり現金で支払っていただきます。同じように、はい、支払いが済みましたよと出た後に、忘れちゃいけないのはカードを最後にもう一度ここにタッチしてください、はい、このタッチによって支払ったお金がカードに転送されるんですよね、うんうん、これを忘れてしまうとお金は結局カードから取られちゃってます、うん、ああ、イッツオーケー、お金が取られちゃってます、うん、取られちゃってて、カードをここにタッチしないでいるとカードにはお金転送されてないんで、うん、結局お金ないまま、いつの間にかカードだけお金が引かれ、あの現金だけお金カードから引かれちゃってるっていうことで、オイスターカード最後にタッチするのも忘れないように、はい、最初のタッチ、最後のタッチ、これがチャージする重要なポイントです、はい、じゃあチャージできました、あとはあるいはコンタクトレスカードを持ってます、うん、その時に通っていただくのはこのカード、まあ、黄色じゃないものも最近出てきてます、うん、白いのが出てきたり、あのちょっとデザインが違ったりするものもありますけれども、それで改札を通れます、はい、日本と同じですね、うん、じゃあ行ってみましょうか、はい、あ、これね大きいやつあるもんね、うん、大きいやつはね現金も使える、幅の広い大きいやつは現金も使えるようになって、うん、してますけれども、うん、紙幣でも大丈夫、うん、あ、現金ですね、紙幣ですね、はい、紙幣とコインが使えます、ただまあカードは必ず使えない、カードを使っちゃうのが便利かもしれないですね、うん、じゃあ私はちょっと携帯で撮っちゃいますけれども、オイスターカード実際には、ここのちょっとデザイン違いますね、うん、タッチパネルにタッチしていただくと通過できます、はい、私は携帯なんですけど、タッチ通ります、私は時計で進んでるねさあ、じゃあ自分が行きたい方向の電車はどっちか、うん、上り下りってイギリスでは出てないんですね、うん、イギリスではイースト、はい、ウエスト、はい、あるいはノース、うん、サウスって出てます、はい、分かりづらいですよねじゃあどうやって見るんだと言ったら、自分のいる駅は必ずこういう黒い枠がついてます、うん、今いるのはシェパーズブッシュマーケットにいます、はい、自分が行きたい方、例えばトモさんはパディントンに行きたいって言ったら、うん、このパディントンという駅名、あっちには出てないんですね、うん、こっちに出てます、はい、出ている方のプラットフォームに進めばそっちへ向かっていくという形です、はい、じゃあ早速こっちへ、例えばパディントンに行きたい、じゃあこっちへ向かっていってみましょうか。みんなの思い出写真展、大好きな場所の一つとしてプリムローズヒルのお写真をお送りいただきました。標高はたったの78メーターしかないんですが、平らなロンドンを見渡すことができるとても素敵な場所ですよね。ハッシュタグサクトモガでツイッターにご投稿ください。で、駅によっては階段がないとかあるんですよね、うん、で、地下鉄のチューブマップっていうのが駅に置いてあったりするんですけれども、はい、そのマップを見ていただくと、うん、車椅子のマークがついている、うん、あの駅があるんですね。それが基本的にエレベーターがあると言われてます、はい、うん、車椅子がついていないマークは階段を登らなくちゃいけないですよっていう証になっているので、そういうのを見ていただくのも一つの方法かと思います、うん、さあ、ではイースト、東の方に向かうとパディントンの方に行きますよという電車です。で、プラットフォームにはだいたい電光掲示板が出ていて、うん、行き先が出ています、はい、で、場合によっては自分の行きたい方向の電車が二股に分かれることがあるんですね。二股に分かれる場合にはその二股に分かれる行き先をチェックしていただいて、分かれた先に泊まりたい方はよくその行き先を見てください、うん、今パディントンはどの方向に行ってもパディントンには泊まるって出てましたので、うん、パディントンの方に向かうときにはどれでも乗れます、はい、で、大体その行き先と次に来る電車の時間が表示されてるんで、それを目安にしていただいて、うん、プラットフォームで待っていただいて、はい、じゃあ、ここはもうちょっと電車を乗らないで解説しますけども、駅に到着しました、はい、そしたら、まあ、乗り換えが必要だった場合には、うん、乗り換えの線、
ピカデリー線ですよ、ビクトリア線ですよ、それはこっちへ行ってくださいっていう矢印が出てるんで、うん、乗り換えする場合にはそれに従ってね、はい、行っていただくと、そのプラットフォームの方同じように上りか下りどっちだろうっていうのが地図が必ず出てます、うん、でもうこの駅で出ますよと、うん、地上に出ますよっていう場合には、出口、うん、イグジットとは出てないんですね、うん、イギリスではウェイアウトが書かれています、うん、このウェイアウトに向かっていくと地上に出たり、あとは改札の出口に着いたりとかできますので、うん、出口はウェイアウトに向かってください、はい、なので地下鉄は大丈夫かな、不安だなっていう方が結構ご旅行される時初めていらっしゃる方が多く聞くんですけれども、うん、いざ帰られる時にはすごく分かりやすくなってきてますねっていう声をよく聞くんですね、うん、だから意外と分かりやすくできてますので、要領さえ掴んでしまえばもうあとは心配しないでも見ていけますので、うん、ただくれぐれも二股や三股に分かれる、駅っていうのがあるんですね、うん、その分かれる先にがどっちに行くのかチェック、うん、分かれる手前であればどれ乗ってもいいんですけども、分かれる電車に乗らなくちゃいけないときはよくチェックして、プラットフォームにある電光掲示板で、終着地を確認しながら乗っていただくと、目的地に着くと、うん、まれに目的地が変わっちゃうこともあるのでそうなのよね、あれいつの間にか行き先が変わってるっていうこともあるんで、よくあるのさ、僕家に帰るときにあのディストリクト線って乗ってるとアールズコートから3方向に分かれるんですよ、うん、ハイストリートケンジントンのエッジウェアロードっていう方向と、うん、リッチモンドとあのイーリングブロードウェイの、うん、でウィンブルドンにも分かれちゃう、うん、4方向だ。でリッチモンドに行きたいからリッチモンドに行きに電車に乗ってたら、急にアールズコートでファイナルディスティネーションは変わりました、ディスティネーション変わったんでご確認くださいとかって見るとイーリングブロードウェイ行っちゃうとか知らないでさ、電車乗りながらさ、ゲームに熱中しちゃったりとかしてるとさ、気がついたらさ、あれイーリングじゃんここみたいなことがねたまに酔っ払ってるとあるんですけどなのでちょっとね突然変わることもあるんで、車内の掲示、うんうん、にも注意ですね、注意ですね。あとアナウンスもちょっとわからないかもしれないけど、ちょっと聞きづらいですよねアナウンスは、ね、結構アナウンスする人って運転手さん、車掌さんっていないので運転手さんだけがいるんですよ。その運転手さんがアナウンスするんですね、うん、で運転手さんって結構その移民の方とかもいたりするんで、英語の発音がすごくいろんな国の方たちがいるので聞き取りづらいところあると思うんですけど、意外と表示はちゃんと分かりやすく出てくるんで、いろいろそういうのをちょっと参考にしながら電車の旅も楽しんでいただけたら、はい、近道の旅ですねと思います、はい、よろしいでしょうか、トコさん。はい、大丈夫です、はい、ということで、ぜひ、ロンドンいらっしゃったら迷わず地下鉄で、いろんなところに、旅していただけたらと思います。チャンネル登録、グッド評価の方いただけたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではでは、今日はこの辺で。じゃあトモさんは、こっちへ向かうかもしれない、僕逆に向かうんで、もうこれ乗るんですよあ、じゃあね、早く閉めてください。はい、さよなら。さよなら。で、電車も閉まっちゃっためっちゃちょっとなんか顔怒ってんじゃないの。ああ電車行っちゃった、さよなら。あ、トマさんね、電光掲示板見れば次来る電車はすぐ分かるから。急え、マジか本当だね、土曜日って大変。さよならちくしゃー